やってきました。前パのふるさと、とじつちょうとぎっしょー。やったー。今回もとぎつとあしらわれた衣装を着てやってきました。今日前パがやってきたのはとぎつ町役場です。今日の前パのこれをしまーとぎつのやがや山上町長でーす。さあ今日はですね、町長室に実際に行って突撃インタビューをしていきたいと思います。何やらいますよ。こんにちは。いや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 、よろしくお願いします。都議町のキャラクターのサバキチと銀太くん、そしてお隣が次石坊主でーす。町長にインタビューに行くんだけど、町長って優しい？うん、どっち？ちょっと不安になりましたけど、早速町長室に行ってインタビューしてくるね。それでは行ってきます。あれ、はい、あんまりあの次石坊主に受け入れられてなかったような。いやいやいや、僕は大好きですよ、はい、多分好きだと思う。ツンデレなのかな。ツンデレ、あ、なるほど。ちょっと照れ隠しな感じもありましたけど、はい、今回のこれ推しは昨年11月に当選した山上都議津町長です、はい、はっきり言えました、はい、よかった。都議津生まれ都議津育ちの前パとしてはやっぱり気になる存在なんですよね、はい、一体どんな人柄なのか、インタビューを通して人柄を垣間見ることができました。それではご覧ください。4階の総務課にやってきました。ということでこちら都議津町役場なので、皆さん、お仕事をされてます。もうこんなところでパーティーなんか絶対叫べないなという感じがありますけれども、あ、こんにちは、よろしくお願いします。総務課中島です。中島さん、はい、早速あの町長に会いに行きたいんですが、はい、どちらにいらっしゃいますか。はい、じゃあご案内します。はい、こちらです。お願いします。さあこっちです。あ、なんかお立ち台みたいなありますよ、ヒーローインタビューのような。そして、あ、ありました、こちらこちら、来てください。町長室と書いてあります。隣に大室と書いてあるので、今町長は中にいらっしゃるんですか。いらっしゃいます。いないときはこれは、あ、不在になるんですね。今はいらっしゃるということで、それでは早速中に入ってもいいですか。はい、かしこまりました。はい、あ、どうぞ。聞こえました、行きますよ。お邪魔します。はい、あ、こんにちは。こんにちは。どうも。いらっしゃいました。よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。あの、マイカーパーティーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をまずお願いします。はい、都議津町長の山上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。今回初めてあのこの町長室に入ってきたんですが、そうですか。置いてあるこの絵であったり、うん、家具はこの町長のインテリアですか。一部私の私物ですけど。ちなみにどちらが町長の私物。あの椅子の2つとか。あ、椅子かわいい。これ私が作ったんですけど。え、手作りですか。あ、これ手作りです。ちょっと2人で一緒に座ってみていいですか。お、いいんじゃないですか。じゃ、ありがとうございます。わ、すごいしっかりしてる。じゃあここでちょっと一旦一緒に座ってもいいですか。あ、いいです、いいです。座り心地どうです。あ、めちゃくちゃいいんです。これ僕も欲しいですね。あ、いいです。はい、あの今日はあの町長にインタビューに来たんですが、この後いろいろ質問用意してきたので、そうですか、答えてもらってもよろしいですか。まあ、答えれるものであれば答えます。よろしく。この椅子ではなくてちょっと移動してから。そうですね、ちょっとあのインタビューを適当に、はい、前パのこれ推し、こちら町長の机ですかね。はい、そうですね、今私が使っている机です。いろいろ気になるところがあるんですが、まずはこちら。こちら何でしょう。これはですね、まあ、私の、まあ、支援していただいている方が手作りで、町長に当選した後ですね、作っていただいて、はい、持ってきていただいたんですよ。え、これ手作りで。手作りです。これ糸の子でこう切ってですね、え、こう読んでこう読まないといけないんですけど。確かに横で縦の読み方になります。これがまたいいなと思ってですね、これが一番なんか作るのが難しかったと言ってましたけどね。白のぶのぶ、真の感じ、はい、
浜田の方が作ってる。浜田の方、浜田の方ありがとうございます。こちらの町長室にあります。ありがとうございます。こちらは町長の普段座られている椅子ですか。そうですね、はい、町長室に受け継がれているお椅子ですか。うんうん、そうだと思います。少しこう引いていただいてもいいですか。引いて、はい、こんな感じ。わ、ちょっと立派なお椅子ですね。ここにはあの普段町長以外の方はもちろん座られることはないですよね。ありませんね。初めて説明するんですけど。ちょっと待ってください。何も言ってないですけど。ですかですか。早すぎた。いいんですか。早すぎた。あ、全然全然。ちょっと全然。これはあの大丈夫、大丈夫ですか。全然、はい。ではあの将来の将来の町長。将来、はい。あそこの今上に歴代の町長の方のお写真が、すごいですね。並んでるんですけど、そこにいつかこうもしかしたら、うん、あのこの格好のものが並ぶかもしれないということで、うんうんうん、いいんですか。どうぞ。じゃあその都議長初町長の椅子に失礼します。はい、はい、どうぞ。あ、緊張する。いいですか。それではすいません。はい、いきます。わ、いいいいです、ね、ですか。すごいこのはあ、なんか都議津の未来浮かんできます。いいですね。はい、うん、ちょっと多分歴代の町長の方がね伝えたいってたと思いますんで、はい、いやなんかすごいなんか悪いことをしてるような気分になる。すぐ立たないといけないような気分になりますが、普段ここに座られてお仕事をされることもそうですね、はい、はい、ないですよね。町長が立たれてて、この前歯が座ってこうやってお話しすることはちょっと立ちますね。いや、ありがとうございます。貴重な経験を。前歯のこれ押し。さあ、山上町長、はい、こちらに移動してきましたけれども、はい、今日はですね、実はこんなものを作ってきました。チャラチャ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 ーン。これ何ですこれ。これはですね、ただの金色に輝く箱ではないんです。これは前歯が考えた質問がこの中に入ってる質問箱、はい、質問箱、はい、なんです、はいはい、この後町長にこちら質問を引いていただいて、その質問に答えていただこうということですね。はい、わかりました。この質問は、うん、まあ僕が考えたので、うん、ちょっと攻めた質問も入ってますけど、ぜひ答えていただけたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、まあ、答えで、うん、なるべく、はい、じゃあちなみに町長は NG な質問などがありますか。いや、その問題、質問自体ですね個人情報だったら、ね、それも、うん、もしかしたら出てくるかもしれませんが、そうですね、はい、はい、そのあたりはまたよろしくお願いします。あ、さあ、それでは早速、あ、そうか、私が聞くんですよね。はい、町長に聞いていただこうと思います。これこう最初にこう出して、芸人だったらですね、最初にこう入れて何かこうキツネとかなんかこう一ボケするんですけど、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、もしあれだったらやっていただいても。いえいえ、そこまで芸人じゃないので中に何も入ってないでしょうね。動物とかなんか入ってるとか、蛇とかは入って、はい、入ってないですか。ないと思います。はい、わかりました。はい、それでは、はい、じゃあよろしくお願いします。ちょかき混ぜて、はい、かき混ぜて何が出るかので、パッ、さあ1枚目白紙出ました。あら、ちょっと待ってください。白紙、ちょっとこれが1枚目に出るとはちょっと想像してなかったので、はい、この白紙はですね、はい、戻しましょうか、はい、あ、じゃあ私が質問していいとか。あ、マイクパーティーさんに、はい、パーティーさんはいつも何をされてるんですか。いつも何をされてる僕和田アキ子さんみたいな質問ですね何をされてる方なのを聞かれたら、あ、はい、僕一応お笑い芸人なの で、はい、普段ギャグなどをやったりしてますですよね、はい、でなんかこの間先の公園でお会いしましたよ ね、 なんかね。そうなんですよ、もともと都議津町にある先の自然公園という公園で2年間、うん、勤務をしておりました。おりました。いつでもいいので、はい、都議津も今採用試験やってますんで、芸能人諦めた時にはちょっと待ってください早いですよ。いや都議津採用試験やってますんで応募してください。まだ転職しないですもうちょっと頑張らせてください。そうですね、はい、前歯のこれ押し、続いていきましょう。はい、出してみよう。はい、はい、出てきました。どどん、最近面白いと思っていること。最近面白いと思っていること、ちょっとなんかこうお笑い続きような気もしますけどいや、これ難しいですね。ただ今そのオリンピックがあってるじゃないですか、パリオリンピック、はい、パリオリンピック、まあ、昨日ちょっとね見てたんですけど、
あの自転車競技の BMX ですかね。はいはいはい。面白いなと思ってて、あのもしちっちゃい頃から結構自転車とか乗っててですね。あ、そうなんですね。もし若かったらああいうアクロバット的なね、あれをねしたいなとか思ったりとか、野田の方にそうジャンプするところやってたんですよ。そのモトクロス、バイクのですね、はいはいはい、それを自転車で私行ってて、自転車でジャンプしてたんですね。なのでああいうのを見てて、ああ昔やってたなと思って、もうすごいですけどね、今のがね、はいはいはい、でもああいうの楽しそうだなと思って、ああいうのもこれ、うん、やってみたいなとか思いますね。じゃあもう BMX 界のもう先駆者みたいな感じですかね。いや、自分の友達、小学校の時みんなやってましたからですね。あ、みんなやってたんですね。はいはい、自転車がこう歪むほどやってましたから、ね。はい、そうなんですか。あの蝶々あのこう日曜大工というかこう DIY がちょっとあの作られてるのもあったので、もしかしたらこう自転車なんかも、あ、自分でその部品を集めて組み立てるというのはやってましたよね。うん、そうなんですか。はいはいはい、実際にこう自転車なんかも組み立てたり、はいはい、へえ、すごいですね。ただまああまり深くは追求してませんけど。そうなんですね。前歯のこれ押し。次いきます？はい。どうですか？はい、続いていきましょう。ドン。好物は何ですか？これは食べ物でも何でも大丈夫です。食べ物ですよね。食べ物、はい。好物はですね、カツ丼です。カツ丼、もう昔から。そうですね、やっぱり美味しいですよね。その外で食べるカツ丼もお家で食べるカツ丼も、まあたまに自分でも作ります。カツ丼です。あ、自分でも作るんですか？カツ丼、はい、料理好きなんです。はい、料理も好きなんですか。ちょっといろいろ出てきますね。あ、そうですかね。料理は普段結構いろんなものを作られるんですか？いや、そう、作りませんけどね、それも家内に任せてますけど。あ、はい、ちなみに蝶々の得意料理は何でしょう？得意料理、あ、難しいですね。あの、なんていうのかな、この辺からの間ではそう鍋焼きうどんというのを一つの人と入れててですね、はいはい、まあ、やってたんですけど、まあ、鍋焼きうどんとかあともろもろ、はい、何でも作ります。なんかいつかあの蝶々の手作り料理をちょっと食べる機会があったら、うん、ぜひ食べたいなと思いました。いいですよ、はい。うわ、ちょっとちょっと怖い。鼻の部分だけ見えますけど、もう頭がでかいから刺さってますね。入れないんじゃないですか。ちょっと一旦次志望さんそのまま見ていただいて、ちょっと質問に戻りましょう。わかりました。はい、前歯のこれ押しお願いします。追加するんですね。なんか、はい、出てきました。ドン。カラオケのお箱って、カラオケのお箱、得意な曲ですね。これ1曲しかないんですよ。1曲しないというか、ちょっとクイズで当ててみてもいいですか？あ、いいですよ。ちょっとヒン、ちょっと早いですけどヒントを、ヒント3つほど、はい、いただいていいですか？まあ、一番分かりやすいヒント、はい、一つは澤田研二、澤田研二さんの楽曲、うん、はい、それと3億円事件、3億円事件、それと1972年ぐらい。ちょっと待ってください。僕1972年まだ生まれてないんですよ。ないですよね。そうですよね。僕1999年生まれなので、はい、私が議員になった時のね。そうなんですか。1999年の6月生まれです。君の瞳は雨だった。あ、そんなのありましたっけね。ないですよ、ね、これ僕が想像で澤田さんがこういう曲作るのかなと思ったんですけど、すみません、正解をお願いしていいですか？時の過ぎるままにですね。時の過ぎるままに、あ、知ってます、知ってます。はい、タタタタラタタタタタ。あ、それ別の時の過ぎますよ、それね。別の澤田研二じゃないですね、多分ね。あ、そうなんですか。あ、すみません、もう一回、今イントロ分ですよね。サビの部分。サビ、あ、そう、タラタラタタタタ、そうです、サビ、そうです、そうです。でもちょっと歌詞とか歌がちょっといまいちちょっとわからないので、ちょっともしよかったら蝶々にこうサビワンフレーズでも歌っていただけたら。カラオケじゃないと。じゃあちょっと何かこうマイクを用意しましょうか。マイクを、すごい。マイク用意しました。足が、歌詞を、はい、この扇風機をちょっと持っていただいて、このマイク風に。たまに入れてくれよかったね。ちょっといいですか、すいません、こちらを持っていただいて。アカペラで歌うんですか？アカペラでか、僕がハミングで、ハミングで入れましょうか。前歯のこれ押し。それでは山上町長の時の過ぎゆくままにお願いします。そうですか、じゃあマイクもここにありますんで。マイクもあります、用意しました。いますじゃあ。
時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしもうまい、ありがとうございます。いや、あ、汗かいた。いやいや、お声がもうとにかくかっこいいですね。恥ずかしいです。いや、もうこの歌でも数々の人をもう虜にしてきたんじゃないですか。ちょっと音程が違ったんです。いや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 、ありがとうございます、歌っていただいて。いや、とても素敵な歌声でした。お願いします。あ、特徴のこれを知り、あ、好きな芸能人は、あ、これは特徴の未来。この引き出しにはどういったものが入ってるんですか。え、いいんですか、ちょっと。わー、はい、前後編。そうなんですよ、まだ後編は今週の金曜日に放送しますので、そちらはちょっとお楽しみにということで。はい、いや、すごい盛りだくさんなインタビューで、もう前半の部分でも。そうなんですよ、山上都議町長にインタビューをしてきたんですが、最後あのカラオケをお箱一曲歌っていただきました。いや、なんか本当に町長のお声が良くて、なんかジュリーよりかっこいいじゃないですか。いや、そうね、ジュリー、僕ジュリーが全然分からなくて。ダメだ、ヒント3つもらっといて。そうなんですよ、せめて時をくらい、そのジュリーの曲名くらい当ててください。本当にジュリーってなんかの帽子をかぶってる人だなぐらいの印象で聞かなかったので、うん、全然分からなかったんですか、はい、ね、ヒントもらった意味なかったですね。そうなんですよ、はい、そして町長の趣味があの DIY で、椅子、元に座ってました、椅子、こちらも手作りでされてるそうなんです、はい、いや、素敵ですよね、座り心地もいいっていうね、いいんですよ、で、その座り心地いいといえばですよ、町長の椅子も、あら、そうだった、座り心地がいいんですよ、皆さん。いやいやいや、なんかもうね、座りながら将来のビジョンをね、もう浮かべてるよね、この表情は。そうなんですよ、あ、この辺りに、あの建物できるな、あ、いい街っていうのが出てきました。そういうビジョン？そういうビジョン。違う、そういうビジョンじゃなくてこういうビジョンでしょ？いや、あの写真の写真のビジョンもありましたね。はい、これでしょ？こっちでしょ？歴代の町長が並んでいるんですが、はい、いつかここにもしかしたら並ぶかもしれませんよ、ということで並べていただきました。はい。いやね、そういうのが浮かんだ表情だったなと私は感じましたけれども。いい表情してましたからね。はい、よかったよかった。また後編は今週金曜日に放送いたします。そちらもぜひご覧ください。はい、ここまでは、マエパのこれ推しをお送りしました。